皆さんこんにちは、菅下清弘です。今回もまた日本経済と株式市場の行方、まずは現状分析からですね、今後の見通しをお話したいと思います。まず日本の株価の動きなんですけども、私は自分の勉強会や講演会でですね、相場を予測するには波動を知らなければならない。いわゆる相場というのは波の動きなんですね。これを知らないといけない。言い方を変えますと、サイクルとか循環とかトレンドに近いものなんですが、相場の波動から言いますと、日本の株価は2013年の初めからですね、上昇を開始して、昨年5月23日にですね、1万6000円手前で一番天井、そして6月に安値、その後数ヶ月もみ合ってですね、2013年の11月下旬から再び上昇開始して、昨年末の12月30日、新高値をつけた形で2番天井を打ったんですね。相場の波動はですね、2番天井を打ってから本格的に調整するんですね。そういうことで、昨年末に2番天井を打った後、株価は本格的な調整を始めてですね、今年は年初から株価は下落、そして横ばいという時間が長かったんですね。そして今年は下は日経平均株価1万4000円、上は1万6000円というゾーンの中でですね、ずっと動いていたんですね。こういうのをボックス相場というふうに相場の世界では呼ばれております。長らくボックス相場が続いていたんですが、5月の20日頃からですね、東証マザーズ指数が底入れして小型株相場、新興市場の株が動き出してですね、そして株価はちょっと上昇志向を強めたんですが、その後ですね、10月に入って再び調整局面に入っていたところなんですね。このまま何も起こらなければですね、今年はボックス相場で終わりかなという見方もあったわけです。しかしここに来てですね、すでに皆さんご承知のように、10月の31日にですね、日銀再び追加の量的緩和、世界中でですね、サプライズを起こしたんですね。特に世界の主要新聞経済誌ではですね、黒田バズカ法第2弾ということでですね、世界をサプライズさせた金融緩和がまたまた出たんですね。その結果、日本の株価は1万4000円と1万6000円というこのボックス相場をですね、上に離れたんですね。1万6000円っていうのはかなり分厚い壁だったんですが、これを軽々と突破してですね、11月4日には1万7000円台の新高値をつけてですね、今その高値近辺で揉み合っているところです。これが今の日本の株価の動きです。そして日本経済がですね、着実に脱デフレ、つまりアベノミクスが進行するということは、デフレ脱却が進んでいるということなんですね。その方向に進んでいるならですね、今後も株高円安のトレンドが続くということになります。さて今回、異次元の金融緩和第2弾によって株価は上に離れましたので、円ドル相場も円安に離れたわけですね。それで円ドル相場も115円台という新安値をつけています。円ドル相場の方もですね、長らく下は100円、上は105円というゾーンの中にいたんですが、この105円台の株をこちらも軽々と突破してですね、今や115円という安値をつけております。円安株高がですね、今新しい波動に入っているということが言えると思います。もう一度申し上げます。株価も為替もボックス相場だったのが上に離れました。この上に離れるっていうのはどういう意味かと言いますと、流れが変わったという意味です。トレンドが変わった。相場世界では上に離れるとですね、その後大きな相場がやってくるという予兆にもなります。そういうことから、波動から見てもですね、今後株高円安トレンドが続くだろうと。もちろん相場は波ですので、一時的に円高になったり株価が下がったりすることがあってもですね、今の状況からしますと、年末に向かって株価上昇、
円安トレンドが続くものと予想されます。株価はですね、この後2007年の高値1万8000円台を目指す動きになるというふうに私は予測しております。為替の方はですね、同じく2007年の安値124円に向かってですね、円安トレンドが続くだろうと思われます。まあそういう円安株高トレンドの中でですね、波乱の要因はないのかと、リスク要因はないのかということなんですが、これがあるんですね。年末までに12月の初めに安倍首相が決断すると言われております消費税どうで上げるのか、1年半ぐらい見送るのか、非常に重要な決断になります。年末のこの消費税どうでをどうするかによってですね、日本の株価円ドル相場新しい局面に入る可能性があります。まあ、大方の見方として今までは消費税どうで法律で決まってるんだから来年も上げるべきだという見方が有力だったんですが、ここに来てですね、この今の消費税を上げた後の景況感の悪化、景気が悪くなってるんですね。ここで増税はですね、アベノミクスを停滞させる、あるいは脱デフレに失敗するという懸念が出てきてましてですね、むしろ増税見送り論が優勢になってきております。まあ直近昨日ですが、クルーグマンというノーベル賞経済学者がですね、消費税増税は見送るべきだということを安倍首相に申し上げたというふうに聞いております。果たして消費税増税によってマーケットはどう動くか、これは私の講演会あるいはセミナー菅下ボイスなどを通じてお話ししていきたいと思います。そしてこの私ですね、最近出した本、この2冊あるんですが、来年2015年、私が予想していることはですね、日本が生まれ変わる年の始まりというふうに思っております。どう生まれ変わるのか、デフレからインフレの国になる、デフレから適度なインフレの国になる、そして資産インフレ相場がやってくるということでですね、こちらは高裁堂からですね、黄金の日本株を買ってお金持ちになろう、この裏の表紙にですね、世界のマネーはまずアメリカ、次に日本や、日本に再び黄金の波、黄金の波動がやってくると私は予想しております。すでに20年に一度の大相場、この波動がやってきているのではないかということを2年前からですね、講演会著者で、予測していたわけです。そして2015年にやってくるインフレ相場の波に乗れ、今まさに異次元の金融緩和第2弾でですね、資産インフレ相場がやってくるという足音が聞こえてきているところです。以上です。